安倍元首相に印象操作と大炎上、統一協会で TBS サンデーモーニング。7月31日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいて、まだしても変更報道が繰り返されてしまいました。いわゆる統一協会問題について、安中美俊さん。驚いたのは、山上容疑者が見たという安倍さんのビデオメッセージだ。旧統一協会の会合で安倍さんが、 本格的なスピーチをしている。さらに、田中ゆ子さん。一番気になるのは教団の名称変更だ。2015年に突然認めた。非常に大きなことだった。いろんな方が分からずに入っていった、などと発言してしまい、印象操作だと批判が殺到し、大炎上してしまっておりますが。まずですね、こちら。 旧統一協会の会合という表現がございましたが、正しくは統一協会系の国連 NGO の会合であり、国連の元事務総長の要請に基づき、安倍元首相だけではなくて、各国の首脳がメッセージを送っており、内容も儀礼的なものでございます。また、宗教団体の名前の変更に関しては、それを止める法的根拠がなければ、申請がなされれば、 受けるしかないのではないでしょうか。さらに、安倍元首相は、統一協会などの霊感商法に関して、何度も規制を強化し、対策を講じており、1000件以上あった被害を数十件程度まで激減させておりますので、客観的に見れば、統一協会に対して厳しい姿勢をとっております。こういったマスコミや、いわゆる政府の皆様には、これ以上、 公共の電波を使って悪質な印象操作を行わないようにしていただき、安倍元省が霊化処方の被害を激減させたという事実をしっかりと報道していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。